これから私が持ち歩くファーストエイドキットをご紹介いたしますが、これを持っていればいいというものでもありませんし、まだ足りないものもあるかもしれません。皆さんにご紹介しますので、その中で自分でこれはいいな、これは持って歩いた方がいいなというものをセレクトして持ち歩いていただきたいと思います。それと一つ一点覚えておいていただきたいのは、これは人のために手当て応急処置をするものではありません。あくまでも自分のものです。したがって私たちが応急手当てをする場合も、その人の持っているもので手当てをいたします。もちろん薬もこれからご紹介しますけど、私の持っている薬は人にはあげません。痛み止めでも何でも、もし要救助者に与える場合には必ず要救助者の許可をもらう、医師をきちっと確認して飲んでもらうという形になります。したがって自分がこういうものを持って歩いてないと、基本的には誰も応急処置はしてもらえません。基本人にしてもらう時にも、あるいはガイドさんにしてもらう時にも、自分のファーストエイドキットを使用してもらうという形になりますので、他人のもの、あるいはガイドさんが持っているものを当てにするのではなくて、自分が怪我してもらった治療のものについては全て自分のものでしてくださいという具合になります。その辺は気をつけて、分かっていただきたいなというふうに思っております。それでは今日は私が持っているエマージェンシーキットについて、ご紹介したいと思います。山岳ガイドの資格を持っておりますので、それなりの準備はしております。これほど持って歩かなくてもよろしいかと思いますけども、皆さんが今回の動画を見て、あ、これは必要だなと思うものをですね、ぜひご用意いただければよろしいかと思います。それでは早速紹介していきましょう。一つ一つ紹介しますので、かなり長くなるかと思いますけれども、その中で先ほど申しましたように、自分でピックアップして持っていかれるとよろしいと思います。まずこっちの端からいきますね。ワセリンになります。これは傷口ですとか霜焼けなどにも塗ります。傷口をコーティングしていただけますので、直すというよりも傷口を塞ぐというような形です。これは水を浄水する薬です。数滴入れると、水が浄水される、ゴミやバイキンが下に沈んでですね、上水を飲めるという形の便利な、ものです。もちろん浄水器も持って歩きますので、滅多に使うことがありませんが、続きましてはこのシートになります。マウス2マウスの時のシートになりますね。これを開いてですね、ちょうどこの部分が口と口が当たる部分になります。まあ、直接マウス2マウスというのも菌が移るとかありますので、なるべく避けるためにはこういったものを通してマウス2マウスをするという形になります。それからこれがゴム手になります。今ちょっともう細かくするのに、これはゴム手になります。今セロハンテープでこう小さくしてますので、ちょっと取り出せませんけども、傷口出血した時の治療をする時には手にゴム手を履いて治療すると、応急手当てをするという形のために持って歩いています。医療用です。これは前にもご紹介したと思いますけども、ペットボトルの蓋に穴を開けています。私ペットボトルでは水を持っていくという具合に言いましたけども、ペットボトルの水で傷口をこれで絞り出せばピュッと洗浄ができるという形になりますね。蓋を開けて傷口をドボドボ流すと水がもったいないですので、こういった穴を開けた蓋を一個持っております。それからライターですね。はい、続きましてよく登山であるのが捻挫ですとか突き指になります。その時に必要なテーピングを持ち歩いております。この3点がテーピングの種類になりますけども、これは下地になりますね。こういった形で、伸びます。これを巻いてからテープを巻くと、非常に産毛の多い人は取り外しの時に痛くなくてよろしいかと思います。そしてこれは伸びないタイプのテーピング、負傷のところを巻くテープですね。でこれは伸びるキネシオという
タイプで、事前に応急処置をするような形、怪我をする前に筋肉の、補強をするためのキネシオになります。それとこれがエマージェンシーシートですね。もちろんフェルトも持って歩いてますが、緊急の時にこれをかぶって保温をするという形で持って歩いております。瞬間接着剤になりますね。その系統でいけば瞬間接着剤にこういったサバイバルツールも持って歩いてます。サバイバルツールですから、いろいろナイフだとかドライバーなんかもついております。そういった面ではそっちの系統でいきますと、タイラップですね。これはいろいろ紐代わりにもなりますし、いろいろ靴のソールが剥がれた時の道具ですとか、いろんなものをつなぐ時に使えますので、これは非常に便利なものとして持ち歩くとよろしいかと思います。はい、それでは夏限定のグッズになりますが、これはプリズムムーバーですね。虫に刺された時にこれで毒を吸うという形になりますけども、それからこれがダニ取りですね。ヒュッてやってねじっていくと取れるという形になります。これは夏限定になりますけども、夏になるとこれを持ち歩くようにしています。はい、あとは違う動画でもご紹介しましたけども、これは梱包用のラップです。今は私は包帯や三角巾の代わりにしています。非常に量的にはすごく多いので、もうこれで三角巾何十枚分の用途を使うことができます。中の芯を抜いて潰して持ち歩いております。ガーゼ、それから薬になりますけども、私の場合は自分の持病の鼻炎の薬、それから痛み止めですね、それから熱冷まし、それと事前に葛根湯なども入っております。それから中にはですね、お腹の整腸剤ですね。私は古い人間ですので赤玉を持って歩いております。こういった即効性のある薬、すぐ効かせなくてならないような薬をこうやって持ち歩いております。あとこれは除菌のアルコール分がしっかりと入っている除菌のウェットシート、それから前回もご紹介しましたけども、芍薬甘草湯と、水分が足りなくなったりミネラルや塩分が足りなくなってくると筋肉が小村返しみたいにつってしまうんですね。そのつった時に即効性がある芍薬甘草湯になります。これも2つぐらい持って歩いております。それから緊急用の時のサプリ、普段持って歩いてますけども、それを飲み尽くして非常用にまださらに持って歩いているという形になります。あとは夏でも持ち歩くのがこの使い捨てカイロ、冬は別に持って歩いています。あくまでもこういうものとかこういうもの、それからウェットティッシュもそうですし、こういうものは普段持って歩いている他に普段使わないものとして本当に非常用として必ず入れてあります。あとはメモ用紙になります。もちろん保険証なんかのコピーを入れとくのもよろしいかと思いますし、私の場合は緊急時救急隊へ引き継ぐためのメモ用紙も入れてあります。どうしても要救助者を解除して救急隊に引き渡すときに、救急隊が来る前に全部書いとくと、救急隊が来たときにこれを渡すと、そういうことにすれば救急隊も非常に状況もわかる、というものをメモ用紙として私はこう何枚か持って歩いています。あとは知識として入れておけばよろしいんでしょうけども、いろんな症状について、書いてあります。それから前もご紹介しましたけども、テーピングですとか整骨院じゃないんでなかなか習得できないものですから、治療の方法を書いてあるものを入れてあります。それから最後は自分の緊急連絡先なども書いておりますので、これをまあ
一つ持って歩けば緊急の時に役立つかなっていう具合に思っております。以上です。